えっと、お二方にご,ご登場、あ願いまして、あの、快諾を、してくださいましてありがとうございます。それで、あの、まあ、先ほども、あの、男子の師匠が、あの、で、新聞連載中に、ずっと楽しみに読んでくださっていて。あの、私が受け取ったメールには、あの、毎朝四時半に。 あの新聞が届くのをあの玄関でお待ちになっていたということであのそれを知っていれば私も牛乳ぐらいはお届けしたんですけれどもあの何をそこまであの師匠を夢中にさせてしまったでしょうかいやあのいや本当にあの要するに自粛でうちにずっといるじゃないですかそうするとあの飲み始める時間が早くあるんですね家飲みの。 そうすると当然もう3時4時には目が覚めて大体いい4時から4時半にこの新聞受けにカタンと株号の音とともにタッ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 と走ってきてカタンと落ちるわけですよ。でそれがもうもう続き読むのが楽しみで楽しみで,で待ちきれないからその新聞がするって見えた時に 引っ張ったらギャッという声が聞こえた <laughs> それは驚きますよね <laughs> あの配る人はまさか引っ張られるとは思ってなかったようで <laughs> 中からごめんごめんって言ったのをはっきり覚えてます <laughs>、えー、そのくらいあの夢中になったよんでつまり今あのまあ、閉塞状態というかまああの。 PCR 検査を含めてなかなか拡充されないしえどん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 仕事を失う中でその保証もないしというようなそういうところででちょっとしたこう集会みたいなところ例えば選挙で街頭演説があって「安倍やめろ!」って言っただけで排除されたりするという言論の弾圧がこうある中でその。 こう会ってもらいたいた世の中こういうふうに動いてもらいたいっていうところをこの小説が次々に実現させていくわけで、えー、そこに絵も言われるの快感というんですかそれを覚えて、えーまあ、夢を実現してくれてる人たちがここにいるとうそういうことで夢中になったわけでいろいろまあ 設定とか登場人物のお話はこれから出るでしょうがとにかくそういうあの割と私小説好きでいろいろ読んでるつもりですが本当に久々に長官が楽しみだったというのは初めての経験でございました本当にいい読書経験をありがとうございました本当にこちらこそありがとうございますあのまあ今回のお二方の人選に関しましては あの反政府的なあの言論活動をあの積極的に SNS などで展開されていてあの大変多くのフォロワーをあの。 がついているあの方ということでお招きしているわけでございますけれどもあの前川さんはあの先ほどあの大変な不吉なことを <laughs> あの要するにはここが中国やロシアだったら僕はもう完全に弾圧されていてとあのまあ日本でもあのだんだんと締め付けがあの厳しくなっている中でえまあかなりあのやばいんじゃないか的なあのまあ幸い尾行もついていないようですし。 尾行を巻く練習とかも事前ひかにやってたこともあるんですけどねストーカー被害に悩んでたこともありますのでねだからあのにあに一応のノウハウは獲得してて後々ストーカーがだいぶストーカー人気が落ちてだいぶいなくなった誰も待ち構えてる待ち伏せしてる人がいなくなったなと思ったけれどもでもこうやって当時 ノウハウを身につけといて、良かったなとか思ってたんですけどね。どうでしょうか。あの率直なところ。あの、このパンとサーカスっていうのは。まずかったでしょうか。書いちゃってまずかった。<laughs> これは、あの。あの、あれですよ。あの共謀罪に当たるんじゃないですか。<え> <laughs> あの、少なくとも、その。テロとか内乱を強さしている。犯罪行為であると。そう言われてもおかしくない。 まあ、治安維持法の音ではおそらく、まあ、間違いいなく捕ままってたと思いますね、うん、あの治安維持法の時代っていうのはあのおちょっとしたねあの生活つづり方ってこの生徒たちに作文書かせただけで捕まるとかねあるいはその生活を描いた絵を描いただけで生活図画事件ってなんかあるんだけどそういうそういうだけで捕まってるんですよ先生たちがね。 こんな凶暴なその小説書いたらね絶対捕まってますよその戦前の,この治安維持法のもとではねまあでもあの私捕まえるにはこの分厚い5 0 0数十ページの本を読まなきゃいけないわけですよねだから大変ですよね検閲する人とかもですね、うん、だからあの よほどの読書家じゃないとあの私を弾圧できないという <laughs> まずほら、これ全部読まなきゃいけないんだぞっていう、ね、ご苦労なことだなと思うんですけれども <laughs> まああの昨今は新聞もテレビもそのマスメディア自体がですねなんかちょっとこう報道をあの政府の御用メディアみたいになりつつあり、うん で何か本当のことがなかなか言いにくいという状況にあってまあその雰囲気の中であのついつい自粛とか忖度とかいうことがあのまかり通ってしまうわけですけれどもまあそんな中で割と歯に衣着せぬそのま真実をですねまあ不都合な真実をつい言ってしまうようなお二方はまあ,ある意味この時代にはあの必要不可欠なまあエンターテイナーと。<laughs> つまりあの政治、まあ、反政府的な発言そのものもです、ね、一種の,このエンターテインメントになりうる時代なんじゃないかと思うんですね。そこでまあちょっと最初に、まあ、昨今はそのコロナ禍で家にこもりながらだいたい毎日8時間ぐらいネットフリックスのドラマとかを見ちゃう、まあ、私もそのうちの一人ですけれども、まあ、それを見ていてです、ね、あの感じたことっていうのが例えば韓国とか あ,のあるいはあのトルコとか、えー、ポーランドとか、まあ、そういうところもドラマ作ってるんですけれども大抵の場合はこれ政府批判とかですね内部告発とかですね、うん、あの財閥の悪行をあの暴露するとかですね検察の不正をあの暴くとかといったかなりあの告発的な要素それからまあそういう陰謀にはまって 肉親、えー、が殺されるとかいった事情から出発してで主人公はその復讐を紆余曲折の後に果たすというこの,あのタイプがね多いんですね。であの、まあ、私もそのこういうネットフリのドラマとかをまあ,あの まあ見過ぎたか,かもしれないんだけれどもまあどっかでこの「パンとサーカス」書くときにそのライバルはネットフリードラマとか持っててあのそれであのこうしたその復讐というエンターテイメントあるいはあの告発内部告発的なものをもっとこうあの幅広くあのよく練られたストーリーテリングのドラマとともにですね 視聴者と共有するということ。まあ、このことが事態がですね。一種の世直しのような役割を果たしてるんじゃないかっていうふうに。ずっとこの間感じてきたんですよ。いやいや、もうダイレクトにそれ届いてますよ。いや、ありがとうございます。はいはい、まあ、そんな中で、まあ、やっぱり。あの、まあ、一つはですね。うん、あの。こういう政治的に自由に。あの、発言をするっていうことを。を 日本の歴史を振り返ってみてもあの全部そのストラッグルの歴史かなとまあそれこそ自由民権運動とかね対象デモクラシーとかあのそういうふうにまあ一般市民が政治的な発言をする自由にするっていうことは常に弾圧はされてきたんですけれどもしかしあの明治の頃のことを思い出してみたりすると寄席でですね落語とか講談をやる寄席でですね 演説するんですね。はい、そ,うそうです。ですよね。はい。で、あの、結構、その時々の、その政治批判とかっていうのを。あの。展開していくと、はい、まあ、客が、客受けがすばく。す、あの、すごくすると。だから。 基基本本中の基本ですよね,すよね政府批判っていうまあだからあの街頭での,あの辻舌法みたいな雰囲気であの演説をするっていうのもみんなあの面白いから集まってくるだから演歌でもその演説の演歌なんですねはい、はい、バイオリン一つでもって袴、ねはい、つけて、ええ、かすりの着物かなんかでそれううをやるといううだから久しくでもそういう。 政府批判というのはそ,その講座なんかでは、うん、行われてなくて<は>、うん、たまたま私がその政府批判みたいなのをしたらやっぱり気をつけた方がいいよとか<ー>仕事を失うよとかあ<ー>まあ実際失いましたけれども <laughs> <laughs> まあまあそれからでももともと私の師匠の男子という男はあの昭和46年から6年間参議院議員を務めてしかも自民党の議員だったわけですうん、うん。 でだから前座の頃はカバン持ちでその自民党の議員とたくさんの方とお会いしましたですよ。中にはタカ派とかきつい方もいましたけれどもでも基本的にあのその賄賂がどうなんていう話もありつつもでも最後はねやっぱり国民をやっぱり当時の自民党の政治家は見てましたですよ。弱者を 最後はそのために俺たちがいるんだってことをおっしゃってたんですが、うん、そうですね確かにあの立川談志師匠は自民党のせい政治家でそれであの大平元首相などとは割と仲が多、はい大変に可愛がってもらってそれであの借金を申し込んで、はい、あのお金も貸してくれたそうで本当にそうですそれであの利子をつけて あの請求されてあの怒ったら「利子つけなかったらお前に失礼だろ」って言った詞ですね,ですねそこからさらにこう収縮,縮して「すげえや」と「<はい S 2> 先生ね銀行でも借りられんだ俺なんであんたに借りたかったよ」と「まさか利子つけるとは思わなかったぜ」と「そっち銀行と同じじゃねえかよ」みたいな「いやでもね利子を取らないと君のプライドに触ると思ったんだよ」 メーゼリでしょねころっといかれてでだからその大稲さんなんかも拝見してますし、えー、ついにだって反戦でも監視するような <laughs> 防衛省の話とかそう、ね、まあそう,そういう反戦でも監視対象っていうのはびっくりですよね戦争反対と言っていけないんですって、えー、ずっともうだからあの辺野古のでもなんかもみんなそうですね監視カメラがやたら増えたとか皆さんおっしゃってますけれどだからちょっと。 危ないのはちょっと来てますから。そうですね。そのこのパンとサーカスも相当気をつけた方。えー、<laughs> <laughs> 危ないことが書いてありますよ。いやいやいや。全編危ないことです。でも、それをフィクションで、フィクションでやってくれたから。かも,れもう、もう、もう、めちゃくちゃ快感があるわけですよ。だって、テロですよ。テロ。はい、殺人ですよ。まあ、テロっていう、あの。うん 用語が出てしまったので、あの何人ぐらいこれ登場人物ご,ごめんなさい。<要>名前のある人で50人ぐらい、ね。まあだからあのまあいろんな領域でいろんな仕事するんだけど、はい、あの、まあ、最初の方はですね、うん、あのまだあの主要登場人物たちが若い時代のことを書いてて、うんね、あのここから一種の就活小説みたいな風にあの読めます。あ<ー>であのそのうちの一人がですね。 なんと cia に就職しちゃうっていう、展開にしたんですけれども。なまあ,あれ幼馴染という解釈でいい、はい。あの、えっと主要の、あの。あの男役が二人。2> 2人男役というか男が二人いて。あの一人はヤクザの、あの結構ジ利品の状況に追い込まれているヤクザの。あの、息子大砲とかあって、今、はいはい、ヤクザと。で、被爆国民の。のそ,うそうですね。被爆国組の空也っていうやつが。 まあそのヤクザの組の息子なんですけどまあこいつはまあ人材派遣会社にあの勤務してそれでえと割とこの政府とあの表向きにはできないようなそういう仕事の,あの委託を受けて尻拭いみたいなことあそういうあの一種のその、え。ー まあ政治って税金の横流しみたいな部分っていうかキックバックをあの売るみたいな構造の中にありますからまあそこにあの一般企業もねどれだけ規制できるかみたいなあのところの勝負みたいなところもあるからまあそこにあの関わると、うん。で一方はあの、うん、<coughs> 長寿っていう登場人物はですねこれはまあ,あの父親がちょっとあの。 まあ過労死してしてま,っまああのうつ病からくる自殺をしてしまってそれでまあ会社に賠償を求めるけどあの蹴られてっていうまあそこである種そのえの常にあの上の顔色を見ながらあの服従しなければいけないというこの,あの悲しいサラリーマンの差がを見せつけられてで日本全体がそういうような構造の中にあ,のあるということにまあ気づいてしまい、うん。 あのど,どうにかならないのかと思ったときに、もう首相さえも、<あ>もしかしたら、顎で使えることになる人物といったら、これ、CIA じゃないのかと、こう考えて、はい、勉学に励んで、まずはね、はいはい、それでその東大法学部出て、確かそうですよね、アメリカ行って、その道を探る最中に、その CIA を進められるっていう、はい、この辺のあの、おど,どうなんのっていうね。 そのまあいろんな衝突はあるかもしれないけど、まあ、CIA はま, <laughs> まだ書かれてないようだからそうしうあの訓練のとかあらびっくりしてリアリティとかやっぱり相当お調べになってまさか CIA になろうとしてな <laughs> い,いんですけど訓練受けけたわじゃないでしょ CIA のエージェントだとしても秘密にしなければいけないのでなんつったりして <laughs> まあでもね、あの面白いのは CIA の求人ってネットに出てるんですよ。あそうなんですか、ええ CIA のホームページ行くとあの一応各セクションごとにあの求人がある場合はその詳細出てます、うん、だから最初の,あの手続きとしてはその,あのインターネットのサイトから書式ダウンロードしてそれで願書を書いてアプライするんですよ、うん、でその次にあの第二次資料みたいなことでもろもろねあの自分の 履歴であるとか友人関係であるとかっていうようなことをあの詳細にあの書かなきゃいけないそうですよ、ね、まあだからあの分量にして50ページぐらいのそういう自分に関する長所をあの自,分自己申告で提出するんですねその紹介者はいらないんですか、ね、あ紹介者はねあの最初の段階ではいらないんです、ね、んそれで まあでも、設定ではあのコロンビア大学の,あの教授があのちょっと口をきくというようなことはありましたけどまあそれであの提出してであと、裏取るんですね CIA の主な仕事ってあのネット検索とその裏取りらしいんですけれどもそれでから長書として自,己自分で用意した長書をあの提出するとその裏取りをやるんだそうで。 でともかくその人物がちゃんとその職務に忠実に励むか裏切らないか、うん、二重スパイじゃないか、うん、そういうようなその身辺調査というものが徹底的になされるんだそうです。でまあまあ名作合格して帰国して、はい、まあエージェントにこうやっていろいろ動き出すんですけれどはい、はい、ちょっと小説の話戻っていいですかあので数々のテロを実行するじゃないですか殺人とかね。でうん 資金源だってそんな高級取りじゃないですよねその c i n のエージェントにしても暴力団の<う>まあやとりまあ被ばこ組でもその当然金がないとそれが実行できないというで蓮華三沙というそのフィクサーといいますか黒幕が出てきますが誰からモデルはいるんですかこれは。 お年を召しててこの桜田マリアっていうのがいろいろ面倒を見てお告げをして金を引っ張り出すっていうまあまあそういうい設定なんですが、はいまあ、一応その日本もですねジャパンハンドラーとも言われる、うん、まあ言うなれば日米安保に寄生して利ざやを得るような人たちのグループですけどね。あの コロンビアの先生とかあのハーバード大学のジョセフ・ナイとか、うん、まあそういう人もいる中で一応 CIA の株組織っていうのがあって、うん、で日本新聞に当たるものっていうのも、まあ、現実に存在する<う>で、まあ、それはまあ誰もが知ってるある名前を言えば知ってる人で、うん、まあ一応そういういいモデルはいます、うん、でもう一つ、ねうん、このテロっていうのはあ,のあるいは世直しというのは。はい あの一番成功率が高いあの場合っていうのを考えるとこれはやっぱりその両親をもってあのまあ言うなればあの向こう水なそういうテロリストが何かをやって成功する確率は極めて低い。でしょ、うん、つまりそこにどんな協力者がいるかということが問題なのだと思うんですね、はい。まあ例えばまああの本当に悪性が続くとその調人を まあ暗殺したいとかね暗殺をあの無双する人たちっていうのは陰にいっぱいいると思うんです潜在的に <laughs> <はい S 1> だけどじゃあいざ実行しようと思った時にはあの普通の一般の人できないですね <うん S 1> ま,ずまずは近づけないですね <うん S 1> でもそう考えると一番実行しやすいのは <うん S 1> その運転手とかね <うん S 1> その秘書とか <うん S 1> あのごくごく身近にいるような人たちっていうのはいつでも暗殺のチャンスはあるわけですよね。 まあだかからそういうい一種の裏切りですか、まあ、例えばそれも裏切りであってもねあのこれが世直しにつながるんだという思いがあればあのそれが一番成功率が高いだろうと、まあ、そういうふうにも考えてみたんですねただ世の中にあの組織の一員としてその悪あの不正とかに憤っているような内部の人間が、まあ、時々内部告発って というのをします。うんはい、はい。で、大抵の場合は、まあ、裏切り者扱いされたりとか、狙ってくる。この小説に出てきますよね。はい,はい。うん、あの、で、あの、ほとんど生活の。悔しい思いをしている。人たちうの、奪われるみたいな展開になります。まあ、でも、それは、あの、ある意味、その組織の悪を、こう、一掃するためには、正しい行為で。 だったけれども、まあ、大抵の場合はそうですね。で、まあ、じゃあこれ、こういう南部あの両親の内部告発者っていうのが組織化されたらどうなるのかと、うん、さらにその人たちのセカンドキャリアに対する、うん、あの何らかの支援というものが行われていたら、はい、あのどうなるだろうかというような夢くらいは、見る権利ありますよね。 まだこの「パンとサーカス」をお読みになっていらっしゃらなくて今日初めて知ったという方ぜひお手に取ってえ最,大最速で2日間で読んだという人がいるとか聞きましたけれどあの私はだからまあ連新聞連載も読んで単行本も読んで私は3日かかりましたですねやっぱり残念私より1日早い人がいたっていうんで2700800円,800円 7 800円ででしたっけ定価は定価がままあまあそのくらいですよつまりこれはね、あのー、新宿清広とか上野鈴本とかってあるこの木戸線とちょうど同じぐらいです二千数百円と聞くと皆さんあった本日は高いなっていう方もいるかもしれませんが、あのー、そういう娯楽を見るとそういうつもりでぜひお買い得いただきたいだから発売1ヶ月で10万かかってもう三釣り四釣りいってるかと私は思ってました、ね ぜひあのこの本大変に面白いですからぜひ読んでみてくださいいありがとうございますまあこれはあの日本の,この国民と政治に対してまあ一つの大きな爆弾を投げ込んだようなそんな小説ですよね、本当に日本は独立国家なのかっていうねえまあそれを本当に考えるいい機会になるそういう小説だと思いますししかし、活劇として面白い、ものすごく。 でその登場人物のキャラクターがものすごく、まあ、あの面白い蓮華ミサオなんていうフィクサーも面白いしそれから桜田マリアっていうねあの聖なる娼婦みたいなあの聖なる娼婦っていうのはロシア文化に出てきますよねだからソーニャなんかもそ,うその罪と罰のソーニャなんていうの娼婦なんだけども聖なる清らかな心を持っているとでそこに神のお告げがやってくるとかねあの登場人物は魅力的ですよ。 で、私は読みながらね。あのこう。これを映像化したらどうなるかなってずっと思いながら読んでましたね。で、このその自分の好きなその女優。その俳優さんをこう。このここの人物にはこれを当てた。この人物にはこれを当てるとかね。あの、桜田マリアはこのこのかあの子がいいかな。みたいなね。そんなこんなこと考えながらこう。これ是非ね。あのまあ、まだ本出たばかりだから、あのまだ気が早いかもしれないですけど、あの映像化映画化してほしいなとネットフリードラマでもいいですけどね。 あのー、ただ、これはその主役を買って出る俳優がいないかもしれないこんな,こ,んなこんなものの映画に出たらもうその,後のあのの出番がなくなると干されちゃうんじゃないかっていうそういう危険性があるかもしれないけどぜひ、ね、これはいずれその映像化してもらえたら面白いなと思いますねまあなんか男臭いあのドラマかと思いかもしれませんけれども一応、女性キャラクターもたくさん出ていて。 サグラダ・アマリアっていうのはあ,のまあ,ある意味未公的な存在であの直感的に何かこうすべきとかああすべきっていうことがまあ降りてきちゃうで案外え主要登場人物まあフィクサーも含めてあのみんな彼女の言うこと聞いちゃうっていう転い換なんですねでこれのモデルになったのはですねあのまあローマ帝国まあ長きにわたってあの続いた。 ローマ帝国に対する抵抗運動として最も成功したのは私はキリスト教だったと思うんですねキリスト教の,あの布教だったと思うんですねでまあその最初期にあの、まあ、イエスの、まあ、女性の弟子という形で登場する人物にマグダラ・ノ・マリアというのがいてで、まあ、彼女はまあその後もあの実は あのまあ男性中心主義の中で彼女の福音書っていうのもあるんですけどあのマクダラ・ノマリアの福音書なんていうのもあるんですけどまあその彼女の役割自体がねあの過小評価されてあ,のある時代には娼婦のイメージを与えられてしまったりとかっていうようなあのことがあったまあ歴史はミソ,ジミソジニストたちの歴史っていうのは長いですからね。 でそんな中でだからあ,のある意味あの彼女は自分自身の手で女性解放するっていうようなこともやる。であの基本その個々が持っている良心とかあの復讐心とかというものが一種の宗教的なあの結びつきというものが与えられた瞬間にあの体制はひっくり返るかもしれないあのローマ帝国でさえひっくり返ったのだからということを考えると。 やっぱり根底の中にですねそういう一種の,その信仰心というか宗教,宗教心というかそういうものがあの必要になってくるんだろうなと思いましたありがとうございました。